皆さんこんにちは、のとかぜファームの農園主水野さとみです。やんちゃ小僧が一緒ですじゃない、小娘です。今回のこちらの動画から新しい新連載ゼロから作るキムチ物語をスタートいたします。この連載はですね、皆さんがよく目にしている白菜キムチの白菜を種を取るところからスタートして、種まきの様子、育っていく様子や収穫の喜び、一つの加工品が世に生まれるまでの喜びや時には悲しみを視聴者の皆様と一緒に実体験していくことが目的の連載となっております。当然のことなんですけども、皆様がよく口にしている加工品、食品というものは大自然の一部として、人ですとかこういう太陽の恵みですとか水、雨水などの恵みに抱かれて育まれていき、そしてそれがこう様々な人や工程を経て加工品になって皆様の口元に行っていますよね。今回のそのね、一つの加工品が本当にもうゼロから生まれて加工品になるまでの様子をドキュメンタリーにすることによりまして、皆様が普段こう口にしている加工品への見方ですとか意識がね、良い方向に変わってもらえたら私はすごく嬉しいです。基本的にはショート動画という1分ぐらい の動画で連載を毎週していこうかなと思っておりますので、ぜひゼロから作られていくキムチの様子、皆様楽しみにお待ちください。今回はですね、このような白菜は皆様ご存知の白菜を冬越しして春までそのまま畑に置いておきますと、こういうね、菜の花がこう白菜のこう中央からこう出てくるんですね。これはもう枯れてしまってるんですけど、緑色のこのような菜花が出てきて、お花、黄色いお花を咲かせて、そのお花が終わった頃にこういう枝豆のようなね、鞘を作る。で、だん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 枯れていって茶色くなった春過ぎにですね、これを乾燥させて種を取っていくという感じなんですけども、今日はその種取りの様子をお届けしたいと思っております。それではゼロから作るキムチ物語第1回目スタートです。